ちゃんです。今日は先に起きちゃったんですけど、今日はお絵かきグミをあげたいと思います。皆さん、ここに小さいところにお水をあげたいと思います。ここですね。この一番小さいところです。はい、ここですね。ここの。ここね。ここですね。さあ、早速これに水を入れたいと思います。次は色の素を入れたいと思います。出ました。はい、今度はオレンジ水色だけですね。今度はここですね。じゃあ、はい、出ました。最後に水色ですね。はい、入れました。次はグミの素をでっかいやつに入れたいと思います。さあ、入れますよ。お、白ですね。フォークの型とグミの型を外します。まずはフォークです。フォークをきっと外します。そしてここですね。ここを型は全部で4つです。次は色の粉を入れます。次はいろんな色を混ぜていきたいと思います。いろんな色を作ってみました。で、この型を白い粉の上に置いて、この作った色水を垂らしていくとグミになります。型からグミを外しましょう。ほう。杉の形ですね。まあね、蝶々とか花とか、ワンワンとかいいですね。これなんですけど、ちょっとなんかわけがわかんない感じになっちゃいました。すごい美味しい。みんな見てくれてありがとう。バイバイ。ワンワン。